はい、どうもこんにちは、ジです。ということで今日はですね、恒例の契約書開封なんですが、もちろんメインはこの OB 第1弾の契約書と、それはボンシス初めてだもんな。他の契約書はですね、ゴールド契約書が40枚ほどに、確率系が多分めっちゃ少なくて、で S 契約書が OB 契約書抜いて、まあ、1枚ぐらいしかないんじゃないかなと思います。すいません、めちゃめちゃ少ないですね。本当はですね、ボーナスも増やすのに早めに契約書引きたかったんですけど、なんかわちゃわちゃしてるうちにね、2日ぐらい経っちゃいました。まあ大体今日の契約書開封で 800% 近くぐらいにはいくと思うんで、まあランキング走るには十分のボーナスはあるのかなと思います。でリスナーさんの進み具合で、まああくまで参考程度なんですが、ボーナスが約 500% の、1億エール進めるのに400エナジーから500エナジーくらいの、消費となっているようです。まああくまで本当に、まあ参考程度ですね。話は戻りまして、今欲しい選手はですね、まあシリバン含めて結構いるんですけど、浅村選手とか、オリックスはまあラオウ杉本選手とか、巨人は菅野投手ですね、大野投手とか、まあオースティン山安、広島だとまあ大瀬良投手、能力的にはかなり全道地も狙えますね。ヤクルト山田選手とかですかね。私立はそんな感じで、そうですね、本当は私立がいいですけど、とりあえずシリバンの外当たってくれてもめっちゃ嬉しいです。そんなとこですね。ぼちぼち、ゴールド契約書から引いていきますか。まずは10連目お願いします。前回のね、契約書開封の内容全然覚えてなくて、引きましたっけ、ゴールド契約書で S ランク。なんか引いてないような記憶があるんですけど、一応燃えてますね。どうだったっけな、40連ぐらいは引いてんだよね。あー、割れなかったか。なんで今回こそはちょっとね、1枚ぐらいは行きたいっすね。あ、待ってよ、選手枠、マジで選手枠ね、広げてほしいっすね。はい、選手枠は今日560でスタートしてるんですけど、もう無理やり無駄な育成してきましたからね。さすがにね、そろそろ広がってくれないと、マジで幻突したい選手とか、まあ残してる選手とか、もうどうにもなんないんで、本当にねマジで増やしてほしいっすね。まあ何百か一気に、ふー、散ってる、ないねえ。みんな大変じゃないですか、今選手量、選手ボックスもパンパンすぎてやばいっす。いやー、割れて、お願い。今日そういえばそんなに大声がね出せないんですよ。さっきね、はいどうもこんにちは、ジですって言ったらめちゃめちゃびっくりしてたんでコウスケって言うんですけど、プードル、白いプードル、コウスケです。はい、 OA ランク、山川さんか、結構いるんだよな。20連目もなくね、30連目、行きましょう。何、自分から降りといてまた登ってくんの。おいで。おい、痛い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 。もう30連目。おや、ミミズバレやば、太ももと腕さあ30連目なさそうだな。いや、ダメっすね、こんなに引けないっけ。昔マジでね、爆引きしてたんですけどね。はぁ、なかった。いや、鼻舐めるな全部 B ですね、これは間違いなく。はい、8枚目、9枚目、演出なしからの B ランク。40枚目、いきます。こらぁ、マイクの下に頭入れんないや、普段なかなか会えないんでね、こうやって、まあ今回2日ぐらいずっと一緒にいれるんですけど、可愛すぎてしゃあないっすね。散歩行って一緒に寝て、一日中ベタベタしてますからね、本当にオス同士でメスじゃないんですけど、はい。っていうか40連目もなかったじゃないか。いや、ダメっす、マジでも引ける気がしない。予定ではですね、今 S ランク選手を当てて、で育成して、所持選手を減らすみたいな予定だったんですけど、無理でしたね、マックスなっちゃいました。また適当にまた育成してきましたよ。今ちょっとゴルチ系、ラスト2枚だけ引こうかなと思います。最初演出がなければ飛ばしちゃっても OK。 次ぐらい見ようか。なるわけないですね、 B ランク、 B ランク、はい、2枚で来るわけないですもんね。じゃあ 10% が多分2枚しかないんですが、お願いします。ここも望み薄いかな。でもなんかガチャ引いてるより面白いです。演出なのかな、これ毎回言いますけど、こっちの方が本当好きですね、僕は。いやー、ないかな、一応燃えるはずですね、割れないですよね、知ってましたお、浅村さんだ、ナイス。で、あ、柳投手で、次が 30% も2枚しかないですが、行きましょう。いや、特訓の 90% 2回連続ぐらいでこの前外したんで、あるでしょ。いやー、いや、あるある、全然ある。 30% 引くなんて余裕だろ、いける。30% だけど 100% いけるおーし、よしよし、あ、おー、ごめんごめん、びっくりした。
いやシリーワンか、砂田投手ね。いやまあまあ全然いいんですけど、2枚目、2枚引きいやない、渡辺選手。じゃあ次は、すみません、まだね OB の契約書に行けないんですが、 S ランクの契約書ですね、1枚しかないですが引いていこうと思います。所持選手がこれで598か。 OKOK、まあ、ここは安心して見てられるんですけど、あの今日ね久々にコウスケの散歩を行ったんすよ。でまあもちろんその他の散歩してる人、すみません全然話が持たないから後で言いますね、すみません。はい、おー尻ワンナイス、継承できます。いやナイスナイス、これは、いつからの継承かちょっと見てきますね。ビシエドは、2020シリワンから継承なんで、結構スピリッツ上がるんじゃないですか。これ3700なんで300アップっすね。じゃあメインの OB の契約書いきますか。とりあえず今ですね、稲葉さんと高橋由伸さん当ててるんで、そうだな、まあ掛布さんと一番の狙いは山崎武さんですね。いきます、ちょっと緊張してきた。これで掛布さんか山崎さんのどっちか当たるとしたら、ランキング今走ってるんで両取りできるんすよ。いやー運命が決まる、マジでお願いします。てかエースどこ行った。まあ割れるでしょうね。マジか、お願いお願い山崎さん。いやー谷さん悪くない。正直ねその2人以外でも全然 OK って感じだったんで、谷さんはセンター77のレフトが72と、超阿部比チャンス固め打ち、機会があればちょっと動画で使用してみますか。中段道最近ね、あの僕すごい好きなんで。はい、ということで最後までご覧いただいてありがとうございました。エナジーが35エナジーあるんで、ここでちょっと奇跡が起きたら面白いなと思うんですけど、ないですね、すいませんでした。とりあえずは生放送でもですねガンガン走ろうと思うんで、まあ目標は3億から4億ぐらいまでぼちぼち生放送でみんなと話しながら、進めて、また登りたいの？降りたばっかやん。すいませんね、なんか今日落ち着かなくて。まあそんな感じで生放送で走ろうと思うんで、皆さん一緒に頑張りましょう。ということで最後までご覧いただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。ということでありがとうございました、お疲れ様です。あれ見た、かわいいかわいい。